はい、こんにちは。大垣で創業87年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田からすね山田です。今日は2024年の窓の補助事業について、その中のガラス取り替えについてお話をしたいと思います。2024年もですね、窓に対する補助金がたくさん出てきます。その中でガラスの取り替えに関しても補助金は出ます。この内容なんですけども、実は去年も先進的窓リノベ、さらにならば子どもエコ住まい事業、この2つで出してたんですが、ほとんど変わりません。この先進的窓リノベに関してはもうほとんどこれ使えないと思ってます。それはなぜかというと、今使ってらっしゃる窓の種類が木窓と言われるものか、もしくは樹脂建具ですね、それのガラスを取り替えた場合というんですけれども、これもともとですね、ペアガラス入ってます。もう樹脂窓だったら間違いなくローイのペアガラスが入っていますので、今更ながら断熱窓に取り替える必要もというところがあるんですが、念のために言っておきますと、これはですね、例えば日本板ガラスさんのスーパースペーシアですね、最高級のスペーシアです。これに取り替えた場合は S ランクがもらえますね。そしてスペーシア21という商品も、これは A ランクが確かもらえるはずです。それでお話をするならば、例えばアルミ樹脂複合サッシですね、この場合もスーパースペーシアですね、この場合だと A ランクがもらえます。ただ樹脂窓もですね、アルミ樹脂複合窓に関してももともとこれ必ずペアガラスが入っています。ですから僕はですね、どちらかというと今回の補助事業に関してはですね、ガラスの取り替えの先進的間取り止めではなくてですね、子育てエコホームですね、子育てエコホームの方のガラスの取り替えを狙った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。子育てエコホームの方に関しては、前年度の子どもエコ住まい支援事業とこれも全く中身が一緒です。ただ昨年前年度よりかなり変わったところがあります。それは何かというと、今の季節のですね、そのガラスを取り替えた場合も対象になるということなんです。ですから僕の場合ですね、この内窓のガラスを取り替えるという部分をお勧めしたいと思っています。じゃあこれ何の目的に取り替える方か、ズバリ防音です。例えばですね、今の内窓のですね、ガラスをペアガラスに変えることはできます。ただ使用している障子もですね、ペアガラス用の障子に変えてもらわなきゃいけないので、障子プラスガラスを取り替えてもらわなきゃダメだと思います。レールはそのまま使えるはずなんですよね。しかしこの防音目的でしたら、例えば真空ガラス、例えば白層ガラスのクリアフィット、これでしたら今のその障子にそのまま入ることができます。ですから僕はですね、今回防音目的、防音プラスですね、断熱、これを可能にするですね、真空ガラススペーシア、さらにならば白層ガラスのクリアフィット、この2つをお勧めしたいと思っています。で両方ともですね、2枚ガラスできてるんですけれども、中の空気を抜いています。真空ガラススペーシアに関しましては、これは2枚のうちのですね、1枚にロー E 膜を使っています。ですから当然断熱性能が高いわけなんですよね。で真空ガラススペーシアに関しては一般のガラスのですね、4倍のですね、断熱性能があります。ですからそれを内窓に使うということは、さらに防音プラス断熱性能が期待できるということです。そしてクリアフィットの場合は、これも同じように真空状態なんですけども、使用しているガラスというのは一般の普通のローイでもないガラスを使用しているわけなんです。実はうちで使っているこれ実はクリアフィットを使っているわけなんですよね。ですからクリアフィットの場合も断熱性能としては、まあ一般のペアガラスと同等ですから、だいたい2倍ぐらいですね、単板ガラスの2倍ぐらいの断熱性能あります。しかし防音性能としては非常にあります。ですから防音性能ですね、そこを出したいよ、プラス断熱性能が欲しいよという方はですね、真空ガラスに、防音性能欲しいよという方はクリアフィットに取り替えられるというのが、今回は私としてはお勧めしたいです。でペアガラスに取り替えたいという方は、これは障子ごと交換していただければいいと思います。でもう一つガラスの取り替えといえばですね、これは子育ての方ですね、こっちの方に防災に資する工事という項目があります。この中で防災ガラス、もしくは防災服装ガラス、これが対象になっています。これは季節のガラスの交換だけで大丈夫です。ですから防災ガラスというのはイコール防犯ガラスのことですよね。
で防犯ガラスっていうのは30ミリ、60ミリ、90ミリというふうに3段階あるんですけども、防災ガラスは60ミリからのスタートになってます。ですから防犯ガラスの中でも一番よく出てるタイプなんですよね。ですから防災は防犯ですよという発想が僕はあります。ですから防犯ガラス取り替えますよと言った時に、じゃあ防災ガラスにしませんかと。防犯ガラスでは出ないんですよね。防災ガラスだと出るわけなんです。ですから防災ガラスにしていただいて補助金をいただくというのも一つの選択肢かなと思ってます。ですから僕は今回の2024年の補助金に対しての考え方としては、1つ目、内窓のガラスを取り替えましょう。狙い目は防音です。防音プラス断熱効果、シンクガラスペーシア、そしてクリアピット、この2つ対象になっています。そしてもう1つ、今のサッシ、季節のガラスだけの交換ですね。これ防災ガラスです。防災ガラスを使用することによって防犯効果も高まりますし、万が一の場合の飛散しないという結果も出てきますので、防災ガラスということも考えられると思います。以上ですね、僕は今回の2024年の窓リフォームですね、窓リフォームに対する考え方としては今言ったね3点を僕はお勧めしたいなというふうに思っていますので、ご参考いただければ幸いです。